柴田さんの八百長疑惑問題について、LINE のスクショは捏造だとか、そもそも切る方が問題だとか、いろいろな意見がありますが、ひろきさん的に LINE で八百長は普段からあると思いますか？まあ、あれを八百長と呼ぶかどうかですよね。そのなんか、1ラウンド目ぐらいは抑えめでいって、で、次からやりましょうよって言って、言ったものの1ラウンド目いきなり本気みたいな。なんかそのマラソンとかでも、なんかみんなちょっとゆっくり一緒に走ろうよみたいなこと言っといて、いきなりスタートダッシュみたいな人っていると思うんですよね。なので、別になんかその、八百長とかルール違反というわけではなく、モラルのない人だよねっていうレベルの話だと思うんですよね。要はその、法律違反とかルール違反ではなく、その人と人としての約束を守らなかったっていうタイプなので、ただ別に柴田さん、もともと別に品行方正なタイプの人でもないので、まあそんな人だよねっていうので、柴田さんダメージないと思うんですよね。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。